FM。 さあ、おはようございます。もう最初からさって言ってしまうんですけれどもは、はって言っちゃった10月の2日火曜日、ただいまの時刻は8時1分になりました。カルチャンブルー那覇経通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。本日火曜日のお相手は FEC 役者部門の人の綿貫かなです。これからの1時間どうぞお付き合いください。いや、なんかね、10月にね、てかむしろ台風が過ぎてというか、というこのタイミング、秋になったなっていう感じですね。急に寒くなったっていうか、涼しくなったなと思って過ごしやすいですね、個人的には。沖縄で慣れ親しんじゃってる子はですね、寒いってずっと言ってたんですけど、その子が見てた天気、なんだ、天気予報っていうの、あ、気温だ、気温見たら24度っつってて、夜、まあ、結構夜の方だったけど、まあ、でも24度になるっていうのは沖縄よく頑張ったんじゃないかなと思いますね。皆さんおはようございます。台風もすごかったですね。24号、何でしたっけ、名前チャーミーみたいな名前でしたよね。なんかね、いちいち名前つけてからね、あのうちのね、私の車のマロン号みたいなね、名前の付け方ですね、可愛いですね。なんか一番最初に名前つけたのはなんだっけ、ヤギ、ヒーシャーだっけ、わかんないけど、覚えてないけど、まあなんかそんな感じだよね。うちはね、あの停電とかもなく、断水とかもなく、ものすごい元気でしたね。あの台風の夜に餃子を包んで焼いていましたで食べてました、のんきーと思って。でもね、一瞬たまにパチって消えることはあったんだけど、で怖くてさ、携帯の充電とかさ、せんとあかんなみたいなね、そういう風に思ったんですけれどもね。まあ、とりあえず我が家は無事でした。皆さんの位置はどうでしたか、大丈夫でしたか。うん、暑くなってきたとか言ってますけど、なんかはい、とりあえずですね、直樹先生、ライチさん、仙人さん、あ、ライチさんは言ったな、自転車の店、タオさん、おはようございます。はあ、ね、そうだよね、天気ね、今までが30度超えだから、ほんとほんと基本的に31度とか低くても、あ、30度だ今日みたいな、まあ、31、32それぐらいをねキープしてたからね、急に24度はね、あの気温差がありすぎ、わらっつって、だから急にさ、気温が下がるから寒くなったって感じるんだよね。だんだんだったらバレないのにね、天気もね。もう少し完全犯罪したらいいんじゃないかなと思いますけどさあ、フリートークのテーマの話をしてなかった。ツイッターの方にはですね、今さっきあげたんですけれども、今日のフリートークのテーマは、異性の、異性、まあ男性だったら女性、女性だったら男性の好きな髪型は何ですかっていう話でございます、でございますいろいろあるじゃないですか、ボブが好きとかね。あ、今日はちょっとあの髪の毛すごい適当な感じなんでピシャーンなってるんですけど、まあいつも私ボブなんで、ボブをおすすめの方はぜひね、私をね見ていただければと思います。まあまあボブだったり、まあロング、黒髪サラサラロングヘアが好きとか、あとは女性の意見からすると、ベリーショートっていうか、なんつうんだろうな、あのなんか坊主が好きとかもいるし、ちなみに私はちょっと長めの髪型が好きですね。あのホストみたいな頭の人が好きです。でもまあホストが好きというわけではないんですけれども、こうチャラッとしてる髪型とかね、あの言うならばちょっとヤンキーみたいな人が好きなんですよね。はい、まあそんな話でございます。コメントの方お待ちしております。そして、この番組ではリスナーの皆さんからのリクエスト、メッセージを募集しております。メールアドレスは 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までよろしくお願いします。またですね、 FM 那覇のウェブサイトトップページにあるメールフォームからもお送りすることができます。この放送はツイキャスト、ユーストリームで、ツイキャストユーストリームで動画配信もしております。 FM 那覇のウェブサイトにアクセスをしていただくと、トップページからどちらもお楽しみいただけるようになっていますので、ぜひぜひお楽しみくださいね。ちなみに、ポストじゃなくてホストわかるか、ヤンキーみたいなホストみたいな、ポストじゃないやつね、わかるかい。さあ、そしてですね、あの前回ね、あの聞けなかった曲があるの、わかる、あのあいみょんですって言ったら、あのシェイクヒップが流れるっていう、なんかすごい摩訶不思議な事件が起こりましてですね、流したいなって思うんですけれども、あのちょっとあのまたやりそうで怖い、怖いから、あの
なんだ今のこの前振りはと思ったんだけど、サザンオールスターズ流します。そろそろね秋になってきたのでね、夏をもう諦めようみんな。というわけで、サザンオールスターズでですね、夏を諦めてです。どうぞお聞きください。前振り適当かよ。ただいまの時刻は8時9分になりました。カルチャンプルーナオ経通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。これからの時間は今日のお天気と道路交通状況をお届けいたします。まずはじめに今日のお天気からですね。本日2日は晴れのち曇りです。のちですよ、今日は曇りになりますね。北東の風失礼しました北東の風やや強く、晴れ夜曇りです。波は2メートル、のち 2.5 メートル、うねりを伴います。そして続きまして降水確率ですが、1日通して 10% ですね。那覇市の日中の最高気温は29度でございます。あ、ギリギリね、もうね、さっきも言ったけど30度を切りましたね。30度切るっていうの、これ20度になりましたね、ギリギリ。さあ続きまして気象警報注意報ですが、現在注意報を解除しております。いやー、ほんとねびっくりだよね。だって29度って急にさ、ずっと31、あー31だねとかやってたのにさ、全然できなくなっちゃった。だから29、ごめんね、英語できないのはい、続きましてですね、8時10分現在、今はもう11分なんですけどの、現在の道路交通状況をお届けいたします。いつも通りですね、那覇インターチェンジ入り口付近から、古島交差点まで長めの渋滞がございます。顔なじみですね。ちょっといい声出すの疲れた。はい、顔なじみの渋滞です。義母交差点から古島交差点に向かう道中は、混雑しておりますのでお気をつけください。そして、小羽倉の方に行きますね。最近モテキの小羽倉ですが、小羽倉から代々木交差点まで長い渋滞がございます。そしてですね、寄宮から義母交差点も、混雑しております。さあ続きまして、行ったり来たりになるんですけれども、あさと交差点ですね、あさと交差点を草原寺通りまして泊まり交差点に向かう道中、こちらあさと交差点寄りの方がこちら混んでおります。そして、あじゃ交差点から、泊まり交差点までこちらも短めではありますが混雑しているようです。あじゃっていう音さ、なんか今あじゃコングって言いそうになっちゃって、今自分の中で面白かったです。はい、そして、こちら最後ですね、富城から小禄までこちらも長い渋滞がございます。ほんとね、アジャコングってなんだっけかな、聞いたことあるんだけど、無意識になんかさ、聞いたことある言葉がポッと出てきてしまう癖があるからさ、ちょっと怖いよね自分ねはい、そしてですね、続きまして沖縄道です。故障車がねポツポツ あったりするんですけれども、お先に帰省から行きます。沖縄道の下り、流大のバス停付近がですね、こちら、工事のために規制中でございます。そして反対車線上りですね、沖縄道の上り、こちら、流大の、バス停付近、こちらも工事のために規制中です。そしてグイーンと行きまして、沖縄道の上り、宜野座インターチェンジから金インターチェンジ、金インターチェンジが工事のため規制中でございます。そして沖縄道の下り、宜野座インターチェンジ付近が工事のために追い越し車線規制となっております。規制は最後ですね、沖縄道の上り、宜野座インターチェンジから金インターチェンジが工事のため規制中でございます。じゃあ最後に、故障車の方行きますね。沖縄道の下り、高知のバス停ですね、高知バス停、バス停が222故障車がございます。そして、沖縄道の上り、汽車マスマートインターチェンジですね、こちらに故障車がございます。以上、今日のお天気と8時10分現在の道路交通状況をお届けしました。一曲いきたいですね。アジャコングはプロレスラーだね。そうだね、タオさんありがとう。アジャコングはスタバの新メニューよって言ってるんですけど、そんなわけない、ライツさん29度も30度も変わらん笑って言ってますけど、結構変わるよ、かなり。でもさ、もう秋風っていう風になってきたよね。急に黙るっていうね、今ね急に曲を探し始めたので、私最近さ、サザンオールスターズを流すことが多くなったなって思いました。
ね、ほんとね。じゃあどうしようかな。なんかちょっと寂しくなる系の曲、人とようとか流してみる。人とようの影踏み流しましょう。なんか今日いい声だねって言われた。嬉しい。なんか今日はいい声みたいな。なんだろうね、いつもと少し違うね。多分ね、保身で走ってる。喉が痛いから。では行きましょうかね。では人とようで影踏みです。どこどど、あ、かんだ、あーダメだ。どうぞお聞きください。 78.0 アネッタイラディオ FM ナパ。ただいまの時刻は8時18分になりました。これからの時間は沖縄タイムス、琉球新報の紙面を、ニュースを、今日の紙面からニュースをお伝えいたします。まずはじめに、沖縄タイムスの総合面よりお読みいたします。長引く停電、学校ピンチ。台風24号による広範囲な停電は1日も続き、学校運営に影響が出ています。給食が用意できなかったり、トイレが使えないなどの理由で臨時休校や午後休校が相次ぎました。恩納村の気仙原小中学校は電気と水道が復旧せず、給食を用意できないため臨時休校になりました。恩納村は2日も計4校の小中学校の休校を決定しています。続きまして、沖縄タイムスの経済の面よりを読みいたします。新バスターミナル稼働。モノレール旭橋駅周辺地区。再開発事業で建設された複合施設、カフーナ旭橋営外地区で1日、主要施設の新那覇バスターミナルが稼働しました。同施設では今後も商業テナント、県立図書館などの開業を控えています。バスターミナルに加え、モノレール駅とも隣接しており、多くの人が行き交う新たなにぎわいの場となることが期待されます。続きまして、琉球新報の総合面よりお読みいたします。辺野古、国に協議要請。琉球新報社は1日、県知事選で初当選した玉城デニー氏を那覇市泉崎の本社に招きインタビューしました。過去最多の39万票余りの得票について、元尾長武知事から引き継いだ名護市辺野古の新基地建設阻止の公約が多くの県民に支持されたとの認識を示すともに、米軍普天間飛行場の閉鎖返還の実現に強い決意を示しました。続きまして、琉球新報の経済の面よりお読みいたします。大学生考案の商品発売。沖縄ファミリーマートは、県内の大学生を対象にした実践型インターンシップ学ピー沖縄リーグ2018で開発された商品を2日から15日までの14日間、県内ファミリーマートを全店で発売します。特設サイトでは16日までウェブ人気投票も行います。以上、沖縄タイムス、琉球新報の紙面からニュースをお伝えしました。78.0
はい、わたわたしてましたね、一人で。楽しいですね。そんな感じなんですけれども、今日のフリートークのテーマとその前に、なんかね、ちょっと台風の話もちょっとした方がような気がする。仙人さんがね、冷蔵庫の中身全滅って言ってるんですけれども、だってまだ停電がさ、まだ治ってないところも、ま、今さっきあの学校がね、まだ停電してるみたいな読みましたけど、あるんですもんね。なんか昨日でようやくちょこ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 っつってこう停電がね復旧しましたよっていう人がいましたけどね。しかも来週も来るんだよね。ほんとさ、辛くないこれ。次の名前何になるんだろうね。はい、って感じなんですけれども、かっちゃんさん、おはようございます。かっちゃんさんと、あいみるきさんとですね、おはようございます。かっちゃんさんの、天気、ラッキーアイテムを言いましょう。今日の兵庫県は晴れのち曇り、台風25号は来週に沖縄県に近づき、九州地方に進路を通る予定です。ラッキーアイテムは映画パンフレット以上。映画見たい。私ね、プーと大人になった僕が見たいの。あれ見たいの。そんな感じですね。そう、来週また台風だばとライチさんが言ってますけれども、さっきもね言いましたけど、本当にね、来週もね気をつけていただければと思います。今日のフリートークのテーマは、異性の髪型は何が好きですかっていうんですけど、直樹先生、ソバージュは嫌いかもって言ってるんですけど、ソバージュってどんな頭だったかな。ごめんね、調べるね。あー、これか、わかった。なん、くにゅ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 ってなってるやつでしょ。ラーメンみたいな。あ、すごい、ごめん、悪口じゃないの。なんかこうインスタントラーメンみたいな頭。あー、なるほどね。たまにこういう頭の人いるよね。かわいいよね。私かわいいって賛同するつもりでかわいいって言っちゃった。これさ、似合う人とさ似合わない人いるよね。これ難しい頭だよね。そういえばさ、皆さん浅戸ミムって知ってると思いますけど、なんかこういう髪型をなんかモデルかなんかでやってて、これ似合ってたんだよね。顔がさ結構派手じゃないとこれ似合わないかなって私は思うんだけど、難しいね。ソバージュ、まあ一生私やらないはず。ライチさん、あはー、綿抜きのタイプは、綿抜きさんのタイプは狩野英孝ね、オッケーって言ってます。ちょっとスタッフみたいな、違うからね。今の、あ、でもね、狩野英孝さん、どうだろうかな、今の狩野英孝さんの髪の毛は別に嫌いじゃないな、好きだな。けど、昔のロン毛は好きじゃないね。あれ、三井久志の、あ、ごめんね、スラムダンクの急に話するけど、三井くんの、昔の髪型はスカン。でも三井くんなら OK。 そして、戦国無双の石田三成なら OK。 でも人によるよね。でもね、ショートすぎる男性よりは私ちょっと長めの男性の髪型の方が好きだなと思いますね。まあ、女子はね、みんなどうなのか分かんないけど、でもやっぱりさ、そのもしゃーってしてるよりはさ、こう決めてるみたいな。でもやりすぎたらあかんけどね。ワックスでやりすぎたらちょっとあれかもしれないけど、こう程よくこうやっぱ気にしてる感出したらモテるんじゃないかな。茶髪とかの方が好きかな。茶髪とかの方が私は好きだな。さあ、仙人さん、マガジンでやってたカメレオンに登場するヤンキーみたいな感じ。わかんない。カメレオンヤンキーで調べたら出てくる。でもさ、モヒカンとかはないからね。モヒカンはないよ。世紀末みたいな。カメレオン、ヤンキーでしょ、ヤンキー。どんな頭よ。あー、リーゼントみたいな。あ、これね。あ、嫌いじゃないわ、これ。てかね、絵柄だね、多分ね。目つき悪くて、なんか、てめえなんかに言われたかねえ、てめえにあいつの何がわかるんだよみたいな、そういうね、なんかこう、わかるか、この龍が如くみたいな、そういう気持ちになるみたいなね、っていう話をね、私がめっちゃしてたからね、時間がなくなっちゃった。早いね、そんな感じ。でもまあイケメンキャラに限るね。でもそんなイケメン好きじゃないんだけどね。自転車の店タウさん、テーマ、異性の髪型、編み込み系の女性は魅力的に感じます。手間暇かけて作り上げた芸術作品のよう。
タオさんなんかすごいおしゃれなこと言うね。いいね。私編み込みとか絶対できないからさ、参考いたします。タオさんに褒められるように私編み込み頑張ります。というわけで私が編み込みを頑張ると決意したところで、モーニングナハですね、前半終了のお時間となります。モーニングナハですね、引き続き8時30分からの後半もお付き合いくださいね。この後はうちなーぐちなう、その後 CM でございます。私はその間ちょっと休憩します。はい、では行きましょう。うちなーぐちなうです。チャコです。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口ナウ。今回はこれいきましょう。アンニアンニ、これは言葉の語尾に使います。何々じゃないという意味です。ただ語尾につければいいだけなので使い方はとっても簡単。例えば、いや髪伸びたんに、あんた髪伸びたんじゃない、明日休みやんに、明日休みじゃない、もうすぐみそじゃんに、もうすぐ30じゃない、負け犬やんに、負け犬じゃねーとかですね、いろいろ使います。皆さんもたくさん使ってください。これがステーキだ。食の王様ステーキハウスエルシャダイあけぼの店、ステーキ 200g がなんと1,000円、さらにライス、スープ、サラダは食べ放題。那覇市あけぼの 3-19-1 あけぼの小学校を向かい、ステーキハウスエルシャダイ。新都心に雪が降る、南の雪氷、牛乳をベースにしたミルク氷とフルーツ、スイーツ、和菓子のハーモニー、食べた瞬間シュワッと溶ける新しい氷の魔法を体験してね。那覇市アジャ 1-15-1 南の雪氷新都心店。那覇のリゾート波の上海空公園、海水浴、ダイビング、シュノーケリング、バーベキュー、シャワールームに駐車場も完備。海空公園は那覇市内唯一のビーチです。那覇のベイエリアをもっと楽しむ波の上海空公園。改めまして FM の覇をお聞きの皆さん、おはようございます。10月2日、10月になったね。ただいまの時刻は8時31分になりました。カルチャンプルーなお家通りにある FM の覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニングの覇。本日火曜日のお相手は FEC の役者の人、和田貫かなでございます。いやーね、早いよねってことはもう言ったね。もうなんか早すぎてさ、何回も早いって言いたいんだよね。キャーって言っちゃった。自分一人楽しそうだな。いつもなんか楽しそうだよね私ね。でもそんなに必死なんだよ、結構必死だからね。勘違いしないでよね。そんな感じなんですけれども、かちゃんさんメールありがとうございます。メールね。これね、メールね、ラジオネーム恋するかっちゃん、かっちゃんさん、ツイキャス悪いんかな、画像止まりました、ついカーナが固まったのでスクショしました、わら。スクショしないで、めっちゃ目つき悪いんだけど、これびっくりだよこれ、怖っ。ね、ま、ね、待ち受けにしてるということが起こります。よろしくお願いします。あ、
自転車の店、多分さっきソバージュ の髪型の話をしてたんですけど、ソバージュの娘、焼きそばってあだ名つけられてたひどい、かわいそう、せめてカップラーメンにしてほしかった。焼きそばってのはちょっと違うんじゃないかな、ひどいよこれは。まあね、まあ、女性はね、まあね、いろいろありますよ、大変ですよね。いろいろさ、ファッションとかさ、こういうの気にかけたりとかいうの大変だからさ、大変だよね、大変だから大変って言ったね、バカみたいだね。そんな感じなんですけれども、今日のフリートークのテーマはソバージュって話がポロッと出たんですけれども、前半に引き続き噛んだことなんかみんな気にしないでは、異性の好きな髪型は何ですかってことで、私はちなみに少しロン毛めの、髪型明るめの人が好きだったりしますね。まあその人に似合ってればまあいいんですけれども、まあいい、比較的頼むんだったら、なんかこうショートとか、あんまり刈り上げとかあんまりしてる人は微妙かなっていうのを私はね思いますね。でも刈り上げしてる人はね涼しげでいいかなとは思うんですけれども、彼氏にするんだったら、ホストみたいな髪型をしているホストじゃない人がいいよろしくお願いします。というわけでですね、こんな感じなんですけれども、この番組ではリスナーの皆さんからのリクエストメッセージを募集しております。メールアドレスは780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までお願いします。また FM 那覇のウェブサイトトップページにあるメールフォームからもお送りすることができるよ。急にどうしたんだろうね。またですね、ツイキャスト、先ほどですね前半の方でユーストリームと言ったんですけれども、正しくはですね、YouTube ライブでございました。大変失礼いたしました。ツイキャスト YouTube ライブで動画配信もしておりますので、そちらで映像を見ながらお楽しみいただけます。 YouTube ライブは、YouTube でアルファベットで FM沖縄で那覇、あ、沖縄でじゃない、漢字で那覇と検索していただくとFM 那覇のチャンネルが表示されますので、そちらをご覧ください。チャンネル登録がまだの方は登録ボタンをポチッと押すのもよろしくお願いします。グッドボタンもよろしくね。なんか YouTuber のノリでやってみました。チャンネル登録と、グッドボタンをですね後ほどよろしくお願いします。はい、そんな感じなんですけれども、先ほど恋するかっちゃんさんからリクエストいただきました曲ですね。しまっなんだっけ、島谷瞳だったかな、島谷瞳で、淡い色の髪の乙女、これ漢字間違ってたらごめんなさい、で、です、はい、はい、曲でございます。淡い色の髪の乙女でございます。どうぞお聴きください。ただいまの時刻は8時38分になりました。カルチャンプルーナオキエ通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。その前にですね、その前に、何のその前にだ、これからの時間は今日のお天気と道路交通状況とツイキャスを触れます。はい、ツイキャスの方ですが、自転車の店タオさんが、歯医者に行くのでお先に失礼しますと言ってますね。いってらっしゃい。グリグリされてきてくださいね。歯をグリグリさせてください。そして待ってください、シュートさんおはようございます。タツさんおはようございます。ここは人工知能の夫アサトさん、おはようございます。台風やめてって言ってますね。はい、では皆さんがですね楽しみに待望にお待ちしている天気予報いきたいと思います。そんなに待ってないか、別に、ごめんね壮大に従う癖があるからね。本日2日はですね晴れのち曇りです。北東の風やや、強く、北東の風のちやや強く晴れ、夜は曇りです。波は2メートル、のち 2.5 メートル、うねりを伴います。続きまして降水確率ですが、1日を通して 10% です。那覇市の日中の最高気温は29度となっております。ようやく30度を下回りました。気象警報注意報です。現在注意報を解除しております。
そしてですね、こちら続きまして8時40分現在の道路交通状況をお届けいたします。前半というか前半ですね、30分前というのかなよりは、渋滞がちょっと多くなったかなという印象ですね。しかし変わらず那覇インターチェンジ入り口付近、義母交差点から義母交差点から古島交差点に向かう道中、那覇インターチェンジから、古島まで、長めの渋滞がございます。義母交差点から古島交差点にかけては、混雑しておりますのでお気をつけてくださいね。はい、続きまして、最近モテキの小羽倉です。小羽倉から代々木交差点まで、こちら変わらず長い駐車がございます。駐車、渋滞駐車がございますって意味わかんないねはい、そしてですね、小羽倉から、失礼しました、マダン橋から小羽倉まで、朝日町から小羽倉までですね、今言うならば、マダン橋と、朝日町と代々木交差点をこう取り合ってるみたいな感じですかね、小羽倉を、四角関係みたいな、分かんないこと言いましたね、すいませんそしてですね、坪屋から安里と交差点まで、こちらも長めの渋滞がありまして、さらに安里と交差点から、古島交差点まで、こちらの道中安里と交差点寄りの方が、続けて混雑しております。そして境町から、坪屋の、坪屋十字路坪屋交差点まで、こちらも、反対車線の方も混んでおりますね。何言ってるのか分かんなくなってきちゃったね。はい、アジャコン、アジャコングってまた言っちゃった。アジャ交差点から、泊まり交差点までの道中、泊まり交差点寄りの方がこちら短めではありますが混雑しております。そして、タミグスクからオロクまで、こちらも長めの渋滞がございます。以上ですね。続きまして沖縄道です。規制がまた増えたなっていう感じですね。沖縄道の下り、龍大のバス停付近、こちらが工事のため規制中ですね。反対車線、沖縄道の上り、龍大のバス停付近が工事のために規制中となっております。そして沖縄道の下り、沖縄北インターチェンジから夜間インターチェンジが清掃作業のために規制中となっております。台風の影響で綺麗にしてるんですかね。沖縄道の上り、宜野座インターチェンジから金インターチェンジが工事のために規制中です。そして沖縄道の下り、金インターチェンジ付近が工事のために第一走行規制となっております。そして沖縄道の下り、宜野座インターチェンジ付近が工事のために追い越し車線規制となっております。はい、そして沖縄道の下り、宜野座インターチェンジ、巨大インターチェンジの間から巨大インターチェンジ付近が工事のために追い越し車線規制となっております。そして上りですね、沖縄道の上り、巨大インターチェンジ付近から宜野座インターチェンジ、巨大インターチェンジ、付近がですの間ですね、が工事のために追い越し車線規制となっております。以上ですね、長々とお話ししましたが、私の天気予報はいつも分かりづらいと言われます頑張っております。はい、そんな感じですね。清掃作業のために、規制中ですねそんな感じでございます。まあね、淡色ってさっきなんだろうね、甘色ってなんだろうねっていうのもあったんで、ちょっと後で調べておきます。ではですね、曲を入れたような気もするんですけれども、曲は入れずにそのまま、ジングル流してニュースに行きたいと思います。ではジングルです。10秒ほどのジングルです。どうぞお聴きください曲みたいにアナウンスする人ですね。はい、行きます。ただいまの時刻は8時45分になりました。これからの時間は沖縄タイムス、琉球新報の紙面から今日のニュースをお伝えします。まずはじめに沖縄タイムスの総合面よりお読みいたします。長引く停電、学校ピンチ。台風24号による広範囲な停電は1日も続き、学校運営に影響が出ています。
給食が用意できなかったり、トイレが使えないなどの理由で臨時休校や午後休校が相次ぎました。恩納村の気仙原小中学校は電気と水道が復旧せず、給食を用意できないため臨時休校になりました。恩納村は2日も計4校の小中学校の休校を決定しています。続きまして、沖縄タイムスの経済の面よりお読みいたします。新バスターミナル稼働、モノレール旭橋駅周辺地区再開発事業で建設された複合施設カフーナ旭橋 A 街区で1日主要施設の新那覇バスターミナルが稼働しました。同施設では今後も商業テナント、県立図書館などの開業を控えています。バスターミナルに加えモノレール駅とも隣接しており、多くの人が行き交う新たなにぎわいの場となることが期待されます。続きまして、琉球新報の総合面よりお読みいたします。辺野古、国に協議要請。琉球新報社は1日、県知事選で初当選した玉城デニー氏を那覇市泉崎の本社に招きインタビューしました。過去最多の39万票余りの得票について、元尾長武知事から引き継いだ名護市辺野古の新基地建設阻止の公約が多くの県民に支持されたとの認識を示すとともに、米軍普天間飛行場の閉鎖返還の実現に強い決意を示しました。続きまして、琉球新報の経済の面よりお読みいたします。大学生考案の商品販売。沖縄ファミリーマートは県内の大学生を対象にした実践型インターシップ学ピー沖縄リーグ2018で開発された商品を2日から15日までの14日間、県内ファミリーマート全店で販売します。特設サイトでは16日までウェブ人気投票も行います。以上、沖縄タイムス琉球新報の紙面からニュースをお伝えしました。急に言うした、そんな感じですけど、髪型についてちょっと話していきましょう。今日はですね、髪型の話をするっていうのにね、髪の毛がゴワッとしてます。いつもね、あのコテでこうシャーってやってるんですよ、癖がはーってなってる時は。私の擬音語っていうか、なんかあれが多いですね。あ、そういえば自分の今プリンを見て思ったんですけれども、アイミルキーさんからですね、さっき質問ですね、どこだったかな、どっか行ったかな、どこ行ったんだろうね、分かんなくなっちゃった。どういう頻度で、髪の毛染めてますかみたいに言われたんですけど、その記事がどこにいたのか分からないっていうね。どこだったかな、あった、渡辺かなさんは髪を染めていますが、染めてすぐにつむじから黒い髪が出てくるでしょ、プリンですね、どれくらいの頻度で染めていますかと言われてるんですけれども、私はそんなに頻度的に染めてないですね。今は少し明るめの髪の毛にしたので、プリンが目立つからそろそろ行こうかなとは思ってるんですけど、ちょっと仕事と稽古でも忙しくて全然そう行けないみたいな感じがありますね。でもなんかプリンはプリンでもう、おしゃれからみたいな思い始めたよ。もう自分を自分で騙すスタイルに行きましたけど、もう前はですね、そんなに明るめではなかったのでプリンが目立たなかったんですよ。だからそんなに行ってませんでしたね。もう 4ヶ月に一遍行ってたら早い方なのかな、あんまり気にしなかったですね。特に髪の毛が長い時は全然美容院とか行かなかったですね。髪の毛短くカットしてから、まあ月1、多くて月1かな
感じで言ってますね今は。もう最近もちょっとね髪の毛が鬱陶しくなってきたので切りたい衝動で刈られております。はい、そんな感じですね。ですね、どこだったかな、かなコーヒー買ってきたって言われたんですけど、かっちゃんさんに、あ、私コーヒーあんま飲めないんですよね。さあライチさん、テーマカラジんカラジん、黒髪よりさりげなくカラーが入ってる方が好き。ほう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 、男性の意見はねいろいろ取り入れてますね私。やっぱカラーがいいんだね。オッケー頑張る。かっちゃんさんありがとうございます。顔が綿貫かなら、なんかかんだ、もしもうやだ、綿貫かなならかなならって言いにくいね。何でもいいですって言われました。照れてる、ありがとうございます。でもかっちゃんさん、かな、かなでみたいな髪型してて、かなでの髪型めっちゃ明るいですね。毎週月曜日担当のかなでなんですけど、めっちゃ明るいですよ。ライチさん、綿貫さん来年の夏は2ブロックしてね。やだ、2ブロだから嫌いなんだって。つるは絶対嫌だって。だってさ、ここだけ伸びてくんだよ。だからその剃ったところだけビューって伸びてくるわけでしょ。怖いよ。直樹先生、好きな異性の髪型、うなじが燃えるポニーテール、わらわら。やっぱポニーテール好きなんだね。ポニーテールだね。私確かにポニーテール似合うんすよ、イエーイ。自分に置き換えること多いね。さあ人工知能の夫、佐藤さん、台風やめて、来週金曜日から沖縄、次第上木市が沖縄市、農民研修センターで開催されます。沖縄でも大きな、なんていうのかな、植木イベント、台風の影響が気になります。あ、初見、あ、どうも。そうですよね、はじめまして、よろしくお願いします。またね、かな注文です。そうして、あ、そうなんですね、来週とか、ね、なんかさ土日でさ被るからさ、イベントとかあったら本当飛ぶよね。本当にさ、もう本当にかわいそうだからやめたみたいな。私も舞台見に行こうとしたのにさ飛んだしね。ね、ほんとね。アイミレキーさん、テーマ異性の髪型、男性ならちょんまげ、女性なら日本髪です。ん、この頃、西洋の文化が入ってきて、ざん切り頭になりました。アイミレキーさん、じゃあもうちょんまげにしてくださいね。絶対ちょんまげだからね。かっちゃんさん、カーナーごめん、金髪、そう、きっちゃんって言いそうになっちゃった。金髪とかっちゃんさん混ざってきっちゃんって言いそうになっちゃった。恋するかっちゃんさんが今金髪なんですよね。ちょっと見てみたいなっていうのあるんですよ。タンさん、ショートでも編み込みができるの？多分、ショートだけど、これぐらいの長さだったら編み込みできるんじゃないかなと思いますよ。やらないけど。意気込みはしたもののできない。人工知能の夫、あさとさんですね。昔からが、漠然と、白髪ロン毛になりたかった。ってなことで、41歳男性で、ただいま背中の中ほどまで髪が伸びました。一方嫁は髪短めが好きらしく、ショートボブぐらい。後ろから見たらいつも性別逆に見られる。いいね。なんかさ、おしゃれなロン毛だったらいいよねって思います。なんかしかも白髪、白眼って白顔やん、顔やん。顔が白いだけじゃん。ちょっと自分で面白かった。あ、でもさ、あの白髪でロン毛でさ、おしゃれって言うとさ、なんかこういるよね、かっこいいなと思う。役者仲間でもね、白髪がすごい似合う人がいるんですよね。小池さんっていう人なんですけど。そして、好きな髪型、直樹先生ですね。黒髪、パッツンボブ。パッツンはカットの時に失敗した感がいい。そういう、あれですか、そういうのが好きなんですね。アイミリキーさん、今月17日にナンバーグランド花月に吉本新喜劇興味に行きます。かなさん出演しているよね。 FEC やっちゅうの、 FEC やっちゅうの、しかも芸人じゃないっちゅうの。まあね、10月の20日、もしくは10月の、8日にですね、私 FEC の笑いのやつに出ます。これは、まあ、近々、もう近々っていうか、まあ、来週なんですけどね、行っちゃいますかね。10月の8日、8日だ、8日にですね、コザお笑い劇場というものがありまして、そこに出演いたします。詳しくは FEC のやつ見てください。すごい雑。やった、俺や。穴脇先生、好きな異性の髪型、永遠のアイドルの、聖子ちゃんカット。ただし自分の姉が最近これをした時爆笑した。ひどい、笑わないであげて。頑張って聖子ちゃんカットにしたんだから。
さあ仙人さん、テーマ異性の好きな髪型。好きな髪型はショートカットかボブだな、顔の形が整っていたないと似合わない感じがするし。そうなんですよ、自分ショートカットなんですよ。ショートカットでボブなんですよ。すごくないですか。はい、すいませんでした。楽しいですね。かなさんは顔のカラーはどれぐらいの頻度でしますか。うん、しないね。顔のカラーはしないね。顔のカラーはしないね。というわけで、顔のカラーをしないという情報を得て、今日はですね、髪型のお話をしました。女性の方の髪型、男性に人気のある髪型ですね、だったり私の好きな男性の髪型だったりみたいな話をしました。参考にしていただければなと思います。ではモーニングナハ、明日はですね若菜さんがお送りしますので、そちらもお楽しみくださいね。ということで皆さんいってらっしゃいませ。 V お疲れ様でした。ありがとうございます。ちなみに私はなんだっけ、ビーフシチューだっけ、あれが好きです。ちなみにですね、電波には載せるのがあれだったんですけれども、YouTube には載せようかなと思います。ですね、10月のチラシがどっか行っちゃったよ、画像の。悲しい、かな悲しいっていうので最近ハマっています。かな悲しいっていうことによってね、なんか自分の中でねすごい楽しい気持ちになるんですよね。まあ大半が嘘なんですけどね。何なんだろうね私ね、もう何喋ってるか分かんないね。すごい曲、アミルキーさん寝坊したんですか。寝坊は良くないっすよ。まあしょうがないですよね、しょうがないしょうがない。待ってね、ものすごいジングルってっかいんだけど、デングルってちょっともうやだ、もういろんなものが混ざる。顔の形にしときましょう。頭の形なの、漢字間違えちゃったの、かなち。まあね、顔の形ですよ。そうそうそう、ショートヘアは似合う人はね、顔が綺麗な人が多いから。そう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 、そういうこと、つまりそういうことですね。ありがとうございます。仙人さんも優しいですね、ありがとうございます。ですね、まだね何にも用意してないっていうね。あ、そうですね、10月の8日月曜日祝日ですね、こちらにですね出ます。企画の方でも後半の方にちょこっと出る感じなんですけれども、一応抜擢していただいたのでありがとうございますということで、10月の8日月曜日祝日、18時半から、ですね18時半会場、18時に会場しまして18時半から開演です。前売りは1000円、当日は1500円となります。高校生以下は半額です。チケットのお問い合わせは FEC 芸人もしくは、私もしくは、ゲストもしくは FEC オフィスの方によろしくお願いしますね。アシビナーでの小沢笑い劇場はねいっぱいやってますけれどもね、どんな感じになるのかなっていう感じですね。で、11月だからね、今年で25周年なんですよ FEC が。それの稽古をしているので、全然稽古をしてないからどんななるのかわからないっていうね、だからそれの宣伝もできないっていうね、悲しい現実ですけれども。そういえばですね、さっきですね、ツーブロって何だったかなって思って調べて、あれなんですよ、刈り上げなんだなっていうことをね理解しました。そういえば甘色って甘色だっけ、おー黄色ががって薄茶色のことだって。まあ素敵な色ってことだね、つまりそれは。あ、これは可愛いな、これは可愛い、なんかミルクティーみたいなのが出てきたけど、本当にこうなの、本当にそうなの、濃いめのミルクティーみたいな、あ、渋いみたいなミルクティーの色ですね。かなさんはズラではないですね、アイメルキーさん、私はズラではないですね。一発引っ張ってみますか、ほら引っ張ったけど取れないですよ、ほら。何してんだかなって話ですね。あと30秒ぐらいなんで、とりあえずこの服太って見えんな。はい、そんな感じで今日はお送りしました。来週もね、お付き合いいただければなと思います。ちなみにこの後の16時からのかなとかなでのかなえるラジオもよろしくお願いします。ブイブイ、なんだろうね、自分の中での挨拶を痩せてみます。ありがとうございます。というわけで、ではまた来週。